あ、銀なのおっちゃん来た。お待たせ。すげえ手荒な集団で調達してきたんだよ。おい、そのまま持ってきたんか、やっぱり。逮捕されるわ、それ。え、木の釘持ってきたぜ。釘は抜く必要があるから。抜く。抜くってどういうことじゃ。そんなやり方で木の釘を。驚くよな。いや、だって、あんた金ないって言ってたからよ。なるほど。これが心を込めるということじゃな。ん？いやの、カズカさんがわしのためを思ってそこまでしてくれたのが嬉しくてな。別にそんな大層なもんじゃねえよ。んなことよりさっさと本棚作ろうぜ。ん？猫がいた。ん？ん？待てよ。おい、そんな力任せにゃやったら危ねえって。かわいい猫ちゃん。大丈夫？板割れてしもうた。おい。板ならまだあるから慌てんな。いや、もう一匹来た。ニハウ。お、すげえ立派なやつ出来上がってる。すごいな。できた。本棚の完成じゃ。やれやれ、なんとかできたら。あとはあの子に渡すだけだ。しかし、わしのようなホームレスが作った本棚なんで、喜ばれるんじゃろうか。捨てられて終わるんじゃ。ここまでやって今更そんなこと言ってんのかよ。みんな心配しなくてもすぐわかるぜ。お、ほら、あ、来たか。放課後ってことかな。お、翔太くん。いやいや、向き合え。何照れてんの。どうしたの、おじさん。そんなに慌てて。おじさんは、おじさんね。ああ俺は数がってんだ。そんなことより、このおっさんが言いたいことがあるんだとよ。え、僕に、そうだよ。実は、翔太くんが誕生日だったと聞いて、本棚を作ってみたんじゃ。本が好きと言っておったじゃろ？受け取ってくれるかい？わあ。初めて作ったにしては、上出来だね、これ。ありがとう。僕が本好きなことを覚えててくれたんだね。すごく嬉しいよ。大事にするね。わあ、よかった。喜んでくれた。おお、そうかそうか。喜んでもらえて作った甲斐があったわい。泣いてる。泣いてるわ。あ、よかったな。ありがとうな。カズカさん、手伝ってくれて本当にありがとう。どうお礼をしたものか。いや別にお礼なんてね。礼なんかいらねえよ。それより気分もいいし、飯でも食いに行こうぜ。おお。え、でも、いいのかい？ああ。ああ、もちろんだ。場所はそうだな。伊勢崎ロードにすっか。じゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうとするか。準備をしてくるから先に行っておいてくれるかい？おう、わかったよ。飯か。え？誰？え？スーツ姿の男。え、なんか、大丈夫かな。さあ、じゃあ、伊勢崎ロードに向かえと。ここか。え、キャバクラ？キャバクラ？どういうこと？飯食いに行くってそういうこと？おい、一番。とりあえず行こう。ここか。あれ、いないな。ん？これ？え？捨てられてる。なんで？え、これ、え、本棚だよね。なんで？ん？ん？え、すげえショック。陣内のおっちゃんが見たら、これって翔太にあげた本棚じゃねえか。すげえタイミング悪い。待たせたの、カズカさん。ん？それは。いや、あ、これ見えるよな。おお。あ、うん。え、何があったんだ。これ、わしらが作った本だな。ああ。まあ、なんとなくこうなるんじゃないかとは思っておったよ。わし、ホームレスだし。
ホームレスだしって、それあんまりだぜ。別にやましいもん渡してるわけでもねえのによ。本棚に問題があるという話ではないんよ。ホームレスはホームレスってだけで、世の中からは受け入れられないもんなんじゃ。世間からしたらホームレスなんて臭くて汚くて何をしてかすかわからん連中。いやー、まあ世間からしたらそうなるのかな。そりゃ偏見だよね。そんなことは。だからわしが作った本棚も普通の人からすればただのゴミと同じなんじゃよ。違うと思うんだよね。いや、すげえショックだよな、これ。すまんの。すまんの、春日さん。食欲はなくなってしまった。飯はまた別の機会にでも。陣内のおっちゃん。陣内のおっさん、相当落ち込んでんな。心配だし、様子を見に行くか。うわぁ。慰めてやれ、ナンバちゃん。ナンバちゃんも俺も元ホームレスだからな。いやなんか悲しいな。いや、でも翔太くんが捨てたわけじゃないと思うんだけどね。まあ、さっきスーツ姿の男言ったよね。あれ、翔太くんのお父さんだったりして、もしかして。何見てんだよ。じゃあ、数字今。陣内のおっちゃんいた。陣内のおっさん、だいぶ落ち込んでたが、大丈夫かな。あ、そこにいたか。え、川に飛び込むとか、そういうのじゃないよね。なおっさん、元気出しなって。辛いのはわかるけどよ。あ、春日さん、はぁ、あ。ねえ、おじさん、え、翔太くん来た。翔太くん。違うよね、絶対。もじゃもじゃのおじさん。僕の本棚返して。え？え？本棚？でもこれ、捨てたんじゃ。その、それを捨てたのも僕じゃなくて、やっぱり。待て！お、翔太、何してるんだ。出た、この男。あ、やっぱりお父さんだったんだ。急に家を飛び出したから何かと思ったが、わざわざ捨てたゴミを拾いに行ってたのか。いや、ゴミじゃねえって。ゴミじゃないよ、本棚だよ。そうです。すまんな。すまん。それはわしが翔太君に渡したもので。やっぱりか。翔太がホームレスと話してるところを見かけてまさかと思ったが。あんたみたいなホームレスが作ったもんなんかいるわけないだろ。え？さあ、もう行くぞ、翔太。帰ったら話があるからな。話。何それ。え？はい。あの、待ってくれ。これはわしが全部が悪いんじゃ。だから翔太くんは攻めんでやってくれ。まだそこにいたのか。もう遠く行っちゃったかと思った。うるさい。そんなことお前に言われる筋合いはない。なんなんだこの人。なあ、おい、そんな言い方はないだろ。このおっさんはよかれと思って。なんだお前は。このホームレスの仲間か。仲間だよ。次から次へと出てきやがって。いいから聞けって。俺たちはただ翔太を喜ばせようとしただけなんだ。ダメだ。ダメだ。誰がそんなこと信じるか。どうせ息子を出しにして、金を取ろうとか考えてたんだろう。いや、そんなんじゃねえって。聞く耳持たん。手荒な真似はしたくなかったが、翔太を守るためだ。喧嘩すんの。おい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 、ただのチンピラじゃねえかよ。ここで痛い目に遭ってもらうしかない。どういうこと。くそ、話して分かってもらえる相手じゃなさそうだな。しょうがねえ。翔太くんの目の前でお父さん殴っていい。タッチの悪い男、すげえタッチ悪そう。俺の番か。こんなの一撃で倒れちゃうじゃん。もうやってやれや、あたしさん。ほら。何が手荒な真似だよ。大丈夫か。何なんだ。私は翔太を守りたいだけなのに。いや、だから話を聞けって。ちょっとは落ち着いたかよ。あのプレゼントは翔太が誕生日だったと知っておっさんがあげたんだ。ただの善意だよ。誕生日。息子の誕生日も知らなかったの。子供の誕生日も忘れちまってたのかよ。
やばい。それでよくおっさんを責められる。本当にだ。違うんだよ。ん？お父さん、お母さんがいなくなってからすごいお仕事頑張ってて。お。だから忘れちゃうのも仕方なくて。翔太くん、いい子すぎる。いや、どんな理由があれど、子供の誕生日を忘れるような親は親失格だ。どうした急にお父さん。殴ったら人変わったな。お母さんを病気で失って以来、お前に不自由をさせないために必死になって働いてきた。ほう。全てはお前のためだと思って。だがそれは間違っていたのかもしれない。わしとあんたは似ているかもしれんな。あ、そっか、ジンナのおっさんも息子がいるとか言ってたね。実はわしもこうなる前は家庭を持っていてな。翔太くんみたいな可愛い息子もいたんじゃ。わしは貧乏な家で育って苦労をしてな。だから自分の子供にはそんな思いをさせまいと朝から晩まで働いたんじゃ。すごいな。家庭も顧みずにな。そして家族に愛想を尽かされ、このざまじゃ。あんなに働いてたのに愛想を尽かされ、本当に大切なものを見誤ってしまったんじゃな。人生には失敗がつきものじゃ。だが取り返せる失敗と取り返せない失敗がある。そうね。あんたはわしとは違う。まだチャンスがあるんじゃないのか。いいこと言うな。チャンスか。ん？お、拾った。お父さん、その本棚いいの？何がおかしい？え？本を買うんだから本棚が必要だろ。急に人変わったね、やっぱりね。殴ったらね。お父さん。いや、よかったな。ん？何？え？身代わりし。なんでお父さんそんなの持ってんの？これは迷惑料だ。迷惑料とか。おかしいだ。さっきはすまなかった。かけてみるとするよ。あんたの言うチャンスとやらに。ね。いい本を選んでやってくれ。いやー。もちろんだ。よかったな。ハッピーエンドで。おじさんたち、どうもありがとう。いえいえ。本棚、僕一生大切にするからね。ああ、お父さんと仲良くな。うん、それじゃ。そうだな。あ、よかった。よかったな。ああ、前にホームレスのプレゼントなんか誰も喜ばねえとか言ってたけどよ。ありゃ間違いだぜ。おっさんが渡したものは汚くも臭くもねえ。愛のこもった。最高のプレゼントだよ。いい感じにまとまったな。プレゼントを君に終わった。いや、ハッピーエンドでよかったな。並び方よ、おい、3人とも。面白いんだけど。さ、これでサブストーリーが、あれ、なんか1個増えてない？サバイバーのところに。1個増えたよな。へえ。どうしようかな。まだ時間があるみたいだけど、仲間意識。ゴミ袋が溜まってるとカラスが荒らしちゃうから困るのよね。お、カラスもカラスで生きていくのに必死なんだ。多めに見てやれ。へえ、ナンバーじゃん。どうしたわよ。頭だっていいんだぜ。ゴミ捨て場近くの人を覚えると荒らさなくなるって話もある。へえ、そうなの。っていうか、ずいぶんカラスの肩持つじゃないの。仲間だからな。同じゴミ捨て場を漁った仲間だからな。キラってなってる。これも仲間意識ってやつなのかしら。うん。
こういう会話も聞けたりして面白いな。じゃあサバイバーに行きますか。ちょっと解放したいな、この3人の絆ゲージ。さあ入りましょう。久しぶりです、レイメンさん。前に外から写真撮ったんだけどね、これ。すごいよな、こんなのも写っちゃうんだって感じ。はい、じゃあそうだな。あ、CD 俺買ったんだよね、新しいやつ。Friday Night。ああ、これにしようかな。はい、じゃあまた足立さんからやっていこうかな。あの後どうなったんだろうね。100万円貸してくれって頼まれたんだよね。お、どうした？着替えてる。え？でも飲んでんのどうせお冷やだろ。足立さん、スーツなんか着てどうしたんだよ。どうしたんだよ。段差の格好でよかったのに。例の示談交渉があるんだよ。あー、行くんだ。ああ、たかし君がバンパーをこすった件か。うん。車のオーナーがたかし君に100万円も請求したから、足立さんが代わりに示談交渉をするんだったな。なのに酒飲んでんのか。どうせ相手は詐欺師だろうからな。詐欺師相手にわざわざスーツを着込むなんて、足立さんも律儀だな。うん、そうね。いや、これに関しては事情があってだな。何事情があって。車のオーナーの連絡先を聞こうとして高橋に手紙を送ったんだけど、ほう、高橋から僕も示談交渉に同席しますって返事が来ちまってな。来んのか。ずっと資産家山田を名乗って高橋を援助してきたわけだ、はあ、やり取りは手紙のみ。いや、今はダンサー山田でいいじゃん。一度も顔を合わせてね。つまり高橋君は今日初めて山田さんに会うってことか。なるほどね。ああ、だから俺は資産家のふりをしなきゃいけねえんだよ。そのためのスーツってわけか。資産家にしちゃ色気のないスーツだな。やめてあげて。これしか持ってないだろ。これしか持ってねえんだよ。やっぱり。とりあえずここにいるみんなにはすでに事情を説明して口裏は合わせて。あ、そうなんだ。大変だね。で、春日には示談交渉に同席してほしい。なんでだよ。なんで俺が。取り巻きを連れてた方が資産家っぽく見えるだろう。いや、こんなもじゃもじゃ頭の。頼むって。俺一人で資産家を演じきれる自信がねえんだよ。いや、20年も演じてきたじゃん。お願いだ。わかったよ。優しいな。だけど、足立さんは20年前、たかし君に事情聴取をしてんだろ。あ、そうだね。その時に顔を見られてるんじゃ。確かに。向こうは当時5歳だ。はっきりとは覚えてねえだろ。俺もだいぶ老け込んじまったし、バレることはねえさ。あ、そうか。だといいけどよ。すみません、こちらに山田さんは。え、たかし君？もしかしてたかし？はい。え、おお、大きくなったな。よく見かける顔だな。あ、いや、町のチンピラとかさ。初めまして、山田だ。おい、すでにバレてんじゃん。ちょっと山田さん、ずっと僕を支援してくださりありがとうございます。シャツのボタンもう少し締めろ。君のような未来ある若者を支援することは資産家の務めだからな。ところで、このお店は？私が趣味で経営しているバーだよ。は？ジャズが好きなものでね。なんで自分のものにすんだよ。趣味でお店を経営できるなんてすごいですね。いや。で、あなた様は？あなた様？ん？山田の取り巻き、山田の秘書、山田のスタイリストってどういうことだよ。取り巻きってさっき言ってたよね。秘書を名乗ってもいいんだけど、取り巻きにしよっか。俺は山田さんの取り巻きでな。取り巻き？なあ、取り巻いてんだ。それは職業なんですか？俺もよくわからねえ。これは間違いだったな。いやいや、彼はなんというか私の秘書。ああ、やっぱり秘書が正解だったか。いつもジョークばかり言う陽気な秘書でね。ああ、ミスったな、選択肢。面白い秘書さんですね。人間力上がらなかったな。あ、上がった。陽気レベル上がった。ところで、たかし君が乗った車の女の何だったんだろうな。よく考えたら長谷川さんという方なんですが、
そろそろ来るはずかと。あ、来るんだこの店に。お、来た。すげえチンピラ。いらっしゃいました。わざわざこんなとこに呼び出しやがって。どう見てもチンピラじゃん。修理費の100万円は持ってきたんだろうな。持ってきてねえよ。その前にいくつか聞きたいことが。拳だけ持ってきたんだ。はあ、あんたが例の足長おじさんか。ほうほう。聞きてえことってなんだ。なんでバンパーの修理に100万もかかるんだ。うん、そりゃチョーンがつくほどの高級車だからよ。見せろよその高級車とやろ。そうだったのか。はあ、僕車に全然詳しくなくて、見た目は普通の車みたいでしたけど。どうせ普通の車だろ。あれはパッと見普通のセダンだが、実は高級なイギリス車でな。ほんまかいな。本国まで修理に出さねえならねえんだよ。ふん。じゃあ次に事故の状況を教えてもらいましょうかね。簡単な話よ。俺が信号待ちしてたら、このガキが自転車で横に止まったんだ。ほう。そん時にペダルでガリッとバンパーをすりやがった。たかし君、それは間違いないのか。はい。あ、それは間違いないんだ。最初はズボンの裾が触れたくらいかと思ったんですが、呼び止められて振り返るとバンパーに大きな傷が。もしかしてもともと傷があったとか。ふざけんじゃねえ。は、俺はこの目で見たんだ。ペダルが来る瞬間をな。落ち着け。おかしい。黎明さん無事切れるぞ。何がだ。普通のセダンなら運転席から見えるのはボンネットまでだ。ほうほう。その下のバンパーは見えないはずだぜ。お、見えるんだよ。見えるのか。お前ら乗ったことないだろ。左ハンドルに。じゃあ見せろよ。ハンドル？またまたおかしいな。あんたの車はイギリス車って言ったよな。あ、そうか、方向違う。イギリスも日本と同じ右ハンドルだぜ。うん。これ以上ボロが出る前に自分から認めちまえよ。そうだよ。バンパーの傷は最初からついてたもんだったな。やっぱり。そんでその車は片落ちの国産車ってとこだろう。うん。どうする。詐欺を認めておとなしく帰るんなら見逃してやるぜ。喧嘩になるんだろうな。これ以上探ってんなら俺の秘書が黙ってねえ。俺の秘書って。私は山田様の秘書でありボディーガードでねえ。手荒の真似はしたくないんだよね。お、行くの。詐欺だったな。それも相当出来の悪いな。うん。山田さんは最初から詐欺だと分かってたんですか。そうね、さすがに100万はね、まあ、私にとって100万くらい大した額じゃないが。もういいって、そのくだりは。ああいう輩を退治するのも資産家の社会的義務だからね。すごい、本物のお金持ちってかっこいいですね。よー。ところで高志、司法試験の方は。急に話変わる。今年は合格しそうかい。それが。え、先日受けた試験はダメでした。おいおい、勘弁してよ。そうか。残念だった。何年やってんだよ。でも合格者の平均年齢は29歳です。29歳。僕もそこを目標に腰を据えて挑戦するつもりです。あと4年ぐらい支援しなきゃいけないのが。あと4年。はい、必ず弁護士になって山田さんにご報告します。大変だな。それは待ちきれないよ。それでは今日も勉強があるのでこれで失礼いたします。しっかり勉強しろよマジ。頑張れよ。おい山田さん、どうすんの。あと4年も送金が続くのか。自分で決めたこととはいえしんどいな。4年で弁護士になれりゃいいけど。確かにね、最低4年ってことは。今回みたいな単純な詐欺に引っかかるなんて。はあ。たかし君は本当に法律の勉強をしてるのか。おいおい、縁起でもねえこと言うなよ。あの子は真面目なだけだよ。うん、案外来年あたり合格するかもしれねえぞ。いい気がせいだな。だといいけど。でもまあ、今日は資産家山田がうまくいったな。今日はな。俺の秘書っぷりが良かったからな。バカ、俺がうまく立ち回ったからだろう。ほ？とりあえず祝杯をあげようぜ。ねえ。なんだよ。一番安い酒でな。コンビニの酒でも。ああ、よし。レベル4になったが。これで転職。お、ホスト。いいね。ホスト。この年のホスト、いる？さ。ホストか。
じゃあ次はそうね、ナンバちゃん、あの話あの後どうなったんだ。だってあの酒結局偽物だったもんな。聞いてみよう。あれ、ナンバーの絆ドラマはメインストーリーを進めることで解放されます。あ、まだダメなんだ。あれ、でも絆ゲージはマックスになってるよね確か。あ、メインストーリーを進めると解放されるか。ダメか。へえ。じゃあさっちゃんは2回目ですね。さっちゃんの話はね、ちょっとね、悲しい話だよな。やっぱグラスでか。よう、さっちゃん。一人で飲んでた。うん、一緒に飲もうぜ。まあね、何か悪いの？うん、うん。一番も座ったらどう？座るよ。どれ？なんか機嫌悪いのか？そうね。え？ちょっといろいろあって。何があった？ははーん。わかったぞ。ん？ん？キャバクラのことだな。彼氏のことだな。髪型のことだな。どういうことだ？いやでも多分キャバクラのことだろうね。でも彼氏のことも気になるな。まあいないとは思うんだけど。まあじゃあ、うん、ここは真面目に選ぼうか。さっちゃんがママをやってるキャバクラでトラブルがあったんじゃねえのか？かもね。店の女の子たちは私が完璧に教育してるって言ったでしょ。ほうほう。トラブルなんて無縁よ。あ、違ったのか。そうは言っても経営者だった野々宮さんが亡くなって、雇われのさっちゃんが家事を取らなきゃいけない状況だ。うん、トラブルと無縁ってわけにはいかねえだろう。あんたって察しがいいのね。やっぱり確かにお店の方は細々としたトラブルが続いてるわ。でもどれも私が火消しできる範囲のことよ。さすが。機嫌が悪かったのは妹のことかな。妹の、あ、やっぱり菜の葉のことよ。知性が、菜の葉がどうかしたのかよ。なんかあったのか。うちの家族のことどこまで話したっけ。ね、私結構ベラベラ喋っちゃったよね。ナノハちゃんの彼氏のことを喋ってたよね。喧嘩別れした7、8年前に。うん、何が喧嘩の原因だったかは話した？なあ、確かさっちゃんがナノハに悪い男と別れろっつったからだ。コンサル会社やってるって彼氏だったよな。そう。そいつは桂川ってやつなんだけど。桂川。どうやら今もナノハといるらしい。ナノハちゃん、なんで？じゃあもう長い付き合いじゃねえか。まっとうな相手なら口出さないんだけどね。桂川は清流会にも出入りする半グレでさ、相当やばい。いつもそばに用心棒を連れてるような結構やばいやつみたい。こっちも用心棒だけどね。暴走族。どこの用心棒か知らんけど。私も家出をして少し経ってから噂で聞いただけなんだけど。菜の葉にとっちゃやっぱり悪い虫だったわけか。そっか。さっちゃんの予想した。俺も清流会が絡んでる。今うちの店の女の子たちに実際の桂川がどういう男か確かめてもらってるとこ。ほうほう。落ち着かないけど。その報告を待つ。 なるほどね。報告を待ってるんだ。だから今日は機嫌が悪かったってことか。なるほどな。でも一番に話して少し楽になったよ。あ、よかった。ありがとね、声かけてくれて。いえいえいえ、さっちゃんのこと心配だからさ。なんだよ、このくらいのことで水くせえじゃない。今回は普通にすぐに終わったんだ。レベル2。はあ、特に増えたジョブとかないな。足立さんだけホストになれる。面白いけどな。冷麺さんはね、まだ作れないか。いやー、そっか、そういうのも育てないといけないんですよね、素材。なるほど。ありがとうよ。で、いろはちゃんね、楽しい話雑談できんのかな。まだダメ。陽気レベル確か俺今3かな。ちなみになんだけど、このパーティーチャットの話ここで話したらどうなるんだろう。
ってちょっと話してみようか。このランドリーの階段をちょっと話してみよう。ちょっと怖い話をしてもいいか。なんだよ急に。普通にもう一回聞くってあげ。いい昔コインランドリーで洗濯した服。はいはいはい。これはじゃあいっか。だいたい乾燥機。何それ、こう延長でもしてねえよ。おかげで俺の沖に来た。はいはいはい。この話はね。怖い話をしてもいい。あ、それだけ？イロハちゃん特に反応してくれたりしないんだ。あ、そういうことか。了解。じゃあ出るか。いつも並び方が面白い。臭いな。なんだこれ。まあついでに撮っとくか。お、写真50枚撮影する。おしゃれレベル上がった。はい。いや、人間力はそろそろ本格的に磨かないとダメっすね、これは。何の話もしてくれないっすね。資格学校ね。ちょっと動画撮ってない時にやってみようかな。資格を。